高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラボー、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあ、ということで始まりましたトラブルメーカーでございますけども、いやなんかね、デジモン02のあの映画ね、ビギニング、ザ・ビギニングのいろいろなものがね、そろそろこう終わってきてはおりますけども、でもね、まだこう行ってきましたよとかね、見ましたよとか、そういうね反応をたくさんいただきまして、そんなのも今週紹介していこうかなと思いますけども、あのね、その東京タワーに何に行ったんですけど、その時にね、浦和さん、浦和めぐみさん、アルマジモン役のね、浦和めぐみさんがパプリカパウダーの使い方をちょっと教えてくれたんですよ。で、うちパプリカパウダーが孫悟空に見える缶って知ってる？パプリカパウダーの、パプリカパウダーってまず赤い粉があるんだけど、その粉のなんかプリントがパプリカと葉っぱの絵なんだけど、それがちょっとパッと見るともうね、孫悟空にしか見えないの。で、俺はその話を聞いてめちゃめちゃすげえなと思って、でパプリカパウダー結構使うかもって買ってたんだけど、そんなに実は使ってなくて、いやーと思ったら、チキンライスとかいろんなものにやるとコクが出るよってね、浦和めぐみさんが教えてくれまして、で、この間ね、パスタに入れてみたら、いやーこれがうめえのなんのって、いやー、うちの悟空使う道がやっと来たぞ、おうっていう感じがしましてですね、すげえ喜んでね、なんかこの食欲なきっていうか、食欲の冬っていうんですか、もう、ね、進んでおりましたよね。なんか人との交流ってね、思いがけない情報をこうね得るっていうのが楽しいなねっていうふうに思いますけどもね、この番組もそうでありたいなというふうに思いつつですね、今週もお届けしたいと思いますけども、そんなこんなで行ってみましょう。今週のチョロ、チョロね、ベッドにやっぱり来なくてですね、今朝ね、ちょこっと来てたのにゃーって泣きながら、あのサイドのところにあるテーブルがあるんです、ベッドのサイドのところね、テーブルに来てたんだけど、おいでって言うんだけど、そっからは一切来ないの。そのテーブルの上でにゃーって泣いて、なんかを訴えてるっていうね。いやー、これね、この間の段ボールがさ、そんでさ、この炊飯器の段ボールと、で猫砂の段ボールと、でフライパンの段ボールと、なんか3つとりあえずいい感じのがあったから並べてたら、なんかよりどり緑のダンボールマンションみたいに、今日はこっち今日はこっちみたいなね、めちゃくちゃダンボールライフを巻き時代になっちゃったわ、ダンボールライフを満喫してるチョロでございましてね。いやー、これこのベッドに登れないからかなとか思いつつ、なので私、キャットウォーク用の階段みたいなやつと、あとあのワンちゃんがソファーの上に登る階段みたいなやつを一応買ってみて、さあどうなるかなっていうところですね。去年の日記とか見ると、もう完全に寝てるのよ、一緒に。11月はなってたって、5月まで寝てんだから、もうと思いながら、ね、若干寂しいなと思いつつ、いろいろパパは頑張ってますよということで、高橋直澄のトラブルメーカー1027回目、今週も元気にいってみよう。まずは普通のお便りご紹介したいと思いますけども、今さ、パプリカパウダーの缶どれどれどれって今ねスタジオの中で騒然となっておりまして、パプリカパウダースペース悟空で検索すると、そのギャバンのその缶が出てくるみたいですから、僕はそれを見てキャーって喜んでるっていうね、ぜひ気になった方は検索してみてください、出てきますからね。はい、ということでね、普通オーターご紹介していきたいと思います今便利ね、こうやってね、なんかやったらすぐ検索できるからね。ということで、まずはですね、今週たくさんいただいたのがですね、先週ゲストに来てくださいました小森まなみさんね、本当に素敵な方ですけどもね、感想をたくさんいただきましてありがとうございます。和歌山県のおいでませやすをからいただいております。なおずみさんこんばんは、まみ姉ちゃんこんばんはってね、こんばんは。今回小森まなみさんがゲスト出演されると聞いて嬉しくてメールを送りました。まみ姉ちゃんお元気ですか？ファイナルアルバムの制作決定おめでとうございます。またまみ姉ちゃんの歌が聴けると思うと本当に嬉しくて嬉しくて、アルバム制作も嬉しいのですが、私はその情報を聞いた時に、まみ姉ちゃんが歌を歌えるほど元気に過ごされているんだと、そのことが嬉しくてたまりませんでした。
ラジオで、マミ姉ちゃんを知って30年以上経ちます。大好きなマミ姉ちゃん、あなたの信念に優しさにどれだけ勇気をもらって生きてきたでしょう。本当にありがとうございました。どうかこれからも健やかにお過ごしください。素晴らしいアルバム楽しみにしてます。ってね、どうね、きっとマミさん聞いてるんじゃないかな今週は。 ねどうですかね。それからですね、岐阜県のリンからはですね、X でマミネーが出演すると知り楽しみにしていました。マミネーの声を聞いて、ナオくんとマミネーのやりとりを聞いて、あの頃に戻って嬉しくなりましたね。当時から聞いてくださってたんですね、ありがとうね。それからですね、こちらはですね、千葉県のマミの帽子からいただきました。マミ姉が出演すると知り、十数年ぶりにペンを取りました、ありがとうございます。先月にマイクオフを知り、この1ヶ月間心に穴が開いたようになっていました。残りの時間に、マミ姉の声が聞けるチャンスが何度あるか分かりませんが、最後までバディとして応援し続けたいと思います。新曲も楽しみにしています。学生時代のペンネームをこの年になってまた使えたことに感謝しています。そうか、マミの帽子って僕ラジオの時ちょっと聞いたことがあるなって思いながらね、お元気でしたか。本当にね、マミさんがラジオに声で出演してくださったので、皆さんもねこうやってね嬉しいという声をたくさんいただきまして、他にもたくさんいただいておりまして、ありがとうございますね。なんかこう何十年もこうみんなから愛されて、そして尊敬されてね、マミさんは本当にね素晴らしいなっていうふうに思いますけども、やっぱこうマイクオフっていうのはこう寂しいですけども、このジュエルプロジェクトね、きっとみんなの大好きな、とってもね大切な宝物になると思いますので、まだねリクエスト間に合うと思いますので、ぜひ X やオフィシャルサイト見てね、リクエストガンガンしていただきたいなというふうに思いますのでね、それでみんなで作ってね、素敵なアルバムになっていくんだろうなっていうふうに思いますからね、ぜひぜひ声届けてみてくださいね。送ったそういう声はですね、そのこのジュエルプロジェクトの間にですね、使うかもしれませんよみたいなこともね、ホームページ書いてありましたからね、何で使われるのかななんてね、使われなくても使われてもね声届けること大事ですからね、ぜひ送ってみていただきたいと思いますね。さて続きましてですね、こちらデジモン関係のやつもたくさんいただいておりましてね、本当にありがとうございます。冒頭でも言いましたけども、私もですね東京タワーに行きましてですね、野田純と野田純子さん、 V モンの野田純子さんと、それ浦和めぐみさんと、そして大輔役の片山福十郎くんと、4人、そしてあとスタッフさん2人と6人でね、ゾロゾロと行ってきたんですけども、スタンプラリーが楽しい。俺多分ねスタンプラリー的なことってね、駅のやつとか観光地にあったやつとかを押したことあるんですけど、これ集めて全部コンプしたのは多分ね人生初かもって思いながらでね、俺スタンプをしたんだけど、ワームモンだけ薄いのスタンプ台をさ、ポンポンポンってこうインクつけるやつと何スタンプを置いてくところを間違えて、俺置いとくところがインクの台だと思って一生懸命やったらインク取ったままポンって押したみたいで、まあ薄い、他はめっちゃ濃いんですけどね、そんな感じでございましてね。そしたらね、その時にね、なんか素敵な出会いがあったんです。なんか声かけてもらって嬉しいなっていうことがあったんですけど、その方からなんとメールが届きましたよ。皆さんこんなことあります？嬉しいですね。ということでご紹介させていただきたいと思います。埼玉県の、ゆずきくんからいただきました。初メールです。ありがとうございます。先日デジモンコラボ中の東京タワーに6歳の息子と遊びに行ったところ、なんとナオニーと遭遇しました。しかも野田純子さん、浦和めぐみさん、妄想でも、こんな夢のようなシチュエーション考えないよという奇跡の瞬間でした、嬉しいですね。そんな何が起きているか脳が追いつかない親の僕をよそに、息子は店内で流れていた、02オープニングのターゲットを歌っていて、見てあんな小さい子が歌ってると、ナオニーの声が聞こえてきました。これは声をかけるしかないと意を決して振り返ると、ニコニコしたナオニーが立ち止まって息子を見てくれていたので、高橋さんですよねって言ったら、はいそうですと満面の笑みで答えてくれて、こんなに小さい子なのに歌えるんですねって、
あ、はい、親子で楽しんでます、わー嬉しいな。するとナオニー、子供の目線までしゃがんでくれて、ワームモンわかる？ワームモンですと、まさかのワームモン降臨に、デジモンで育ち人生の支えになってる親の僕は泣きそうになりました。すると野田純子さんが、何ナンパしてんのって、違う違う、声かけてくれたからさと、メディアで見る関係性そのままのやり取りも見ることができ嬉しかったです。最後に親子ともども握手までしてくださり、とても思い出深い一日になりました。奇跡すぎて話しても誰も信じてくれないと思います。そんなことないよ、本当にありがとうございました。追伸、ナオニーと会えた時は緊張していた息子でしたが、家に帰るとママに、今日ねワームモンと会ったんだよってとても嬉しそうに自慢していました。いただきました、ありがとうございます。本当にね、あの6歳のお子さんがあのターゲットを歌っててびっくりしたんですよ。あれ、あの見てた年代じゃない子が歌ってるってことはどういうことだろうと思ったら、そばにね、このゆずきくんパパさんなのかながいてくださったので、いや嬉しかったですね。テニプリも見てますよみたいなこと言っていただいてね、いや本当にね、いや嬉しかったなっていうね、なんかね、そんな一日になりましたよ。そっからねテンション上がって、スタンプをしたらまるで白かったっていうね感じでございましたけどもね。その後はですね、ソフトクリーム食べたりとかですね、ルイとウッコモンのコラボのやつとかね食べたりしてね、もう大盛り上がりで楽しくねやってきましたけども、そんな東京タワー行ってきましたよっていうねメールもいただいておりますね。神奈川県の川崎のあさみからですね、ナオニートラボー、はい、トラボー、デジモンと東京タワーのコラボ行ってきました。ブログのナオニーみたいな背中にワムちゃんを乗せた写真は撮れませんでしたが、ワムちゃんと握手をパシャリ。あ、なるほど、いいですね。手元しか見えませんが、一応 N クロスのアウトロックロングスリーブ T シャツのレッド着用してます、イエーイとか、ね、ありがとうございます。同じの着ててくれたんですね。もちろんルイくん、ウッコモンの巨峰ソフトクリームもナオニーたちはここに座ったのかなという席でいただきました。めちゃ巨峰でしたってね。東京タワーのいろんな場所でデジモンを感じながら、スタンプも缶バッジもゲットして推し活デジ活を楽しみましたとか、ね、写真もたくさんいただきました。私たちが行ったところ大体回ってくれてるようですね、ありがとうございますなんかねこういうのね、あそこにいたんだなーなんて思いながらね、食べると食べたりね見たりすると本当に楽しいですからね。東京タワーはですね、結構いろんな方が行ってくださって、もうあの始まった初日のあたりっていうんですかね、その辺からもねですね、バンバン行ってくれてる方もいらっしゃいましてね、ちょっと前のメールになりますけども、こちらはですね東京都北区の舞からもいただいておりましてね、デジモンアドベンチャー02ザビギニング公開おめでとうございますね。幸運なことに公開に先駆けて拝見はしていたのですが、初日はまだ特別なので朝一で映画館で見てきましたよってね。8時台からとある映画館で偶然直友さんに出会うという奇跡、この後東京タワーに行くんですけど行きませんと誘って弾丸東京タワーコラボへ、映画が終わってすぐ東京タワーに行くと、まるで映画の中に入り込んだみたいでデジタマ浮いているのではと、なんだか不思議な気持ちになりました。コラボドリンク飲んだり、東京タワー中を回ってスタンプラリーして缶バッジもらったり、音重ねのロス寂しい気持ちが上がるって書いてますね。パンフレットも買ってくれたようでありがとうございます。みんなね、いろいろこうやって回って楽しんでくださっているようで本当に嬉しく思います。僕もですね、この無事あのなんていうんですか、コースターもいただきまして、なんかこうニマニマしちゃいますね。クリアファイルの中にこうね自分で押してちょっとずれてたりとか、あの糸くずが挟まっててちょっとビロロロンってなってたりとか、そんなねあのスタンプ台を見てるとですね嬉しいなと思いながらニヤニヤしておりますよ。本当にありがとうございますね。20日までだったんでね、もう行けませんけどもね、あのいろいろねまだまだ映画もやっておりますのでね、楽しみにね楽しんでいただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いしますね。そして、続いてはですね、どんどん近づいてきておりますね。12月6日水曜日、高橋直澄のバースデーアライブ2023イケイケゴーゴーね、こちらのですねチケットが発売中でございますのでね、よろしくお願いします。そして、まあ、あの今回はあのクレカだけ、クレジットカードだけということで、クレジットカードなくってあの会場行けないよ買えないよっていう方もいらっしゃいましてね、その方もですねあの配信チケットは買えましたっていうことも言ってくださっておりまして、ありがとうございますね。配信チケットもですね今回ねあの頑張りました。あの配信スタッフもなんか呼ばなきゃいけないので、いろいろこうちょっと無理かなっていうふうにも思ってたんですけど、なんとかねあの配信もできますので、ね、どちらもねよろしくお願いしたいなというふうに思いますよ。ぜひねあの配信チケットもねありますので、ぜひぜひあの早期
購入特典、まあ、早引き特典と言ってますけども、こちらの方はですね11月28日までね、動画バナーフォトがついてきますので、ぜひねゲットしていただきたいなというふうに思いますよ。よろしくお願いしますね。チケット関係でですね、こちらですね、群馬県の風花からいただきました。高橋さん、皆さん、トラボー、はい、トラボー、バースデーライブ椅子席ありがとうございます、申し込みできましたっていただきました。 N クロスは息子がウィングレッドシャツが欲しいというので購入しました。久しぶりのライブ嬉しいです、会いに行きますといただきました。ありがとうございます。そうなんです、今回はね少ないですけどもね、椅子が欲しいなっていう方のためにですね、いろいろ打ち合わせをさせていただきまして、こちらもねなんとか10席ほどねあって、なちょこちょことまだもうあと少しあるのかなね、もしね後ろの方になりますので見えにくいですけどもね、ちょっと体調とかいろいろ不安がある方はですね、椅子席ご用意しましたので、そちらの方ご利用いただけたらなというふうに思っておりますのでね、よろしくお願いしますね。そして N クロスね、息子さんが買っていただいたんですね、ありがとうございます。そうなんです、ピラピラってついてるところ以外はほぼ普通のシャツの形をしておりまして、今回は重ねるっていうのがテーマなので、襟のところとかは重ねるデザインのように布が重なっていますけども、そういうちょっとしたおしゃれなものでですね、裾の脇のあたりにね布がこうちょっとついてて、それが動くとすごくねこうひらひらっとしてね、ちょっと素敵な感じにドレスアップできる、そんなシャツになっておりますんでね、他のね商品たちもまあめちゃめちゃ素敵ですので、ぜひ N クロス、小文字で N、そしてドット大文字の X 小文字の S、 N クロスね、 N クロスを見ていただくとですね、いろいろアイテムがあります。そんでですね、11月30日までですね、受け付けておりますけども、お渡し会というのがですね、バースデーライブの前にございますので、よろしかったらねまだ間に合いますので、そちらの方もお願いしたいなというふうに思っておりますよ。そして、トラポポイントね、去年かな、いろいろねいろいろついてたんですけど、そちらがなかなかこうね使っていただこうという企画をするもなかなかうまくいかず、今回までズルズルとなってしまいましたけども、今回10ポイントで特別の特製缶バッジねプレゼントできますので、よろしかったらねこちらの方もサイトの方を見ていただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いしますね。いや本当にね今回重ねる、まあね20周年20なので重ねるというテーマで作りましたけども、まあ自分で言うのもなんですけど、本当にこんなのちょっと変わったデザインだけど、あんまり奇抜すぎず、いやこんなの欲しかったなっていうやつがですね、本当に素敵なラインナップで、自分で素敵っていうのもあれですけど、いい出来で揃えられておりますので、ぜひね手に取っていただきたいなというふうに思います。秋田県秋田市のみちゃんこらりからもですね、N クロスの新作ついに公表されましたね、はい、ありがとうございます。アフタートークでも見ていましたが、今回の新作どれもすごく可愛いです。20周年に合わせて二重に見えたり、裏表で切れたり染めだったり、直澄さんのこだわりがたくさん詰まっていて、全部欲しいってなりました、ね、ありがとうございます。イケゴー T シャツも今までにない色で、草原に咲くひまわりな感じがとっても素敵です。ひまわりのお顔もゆるくて可愛いなと思いました。もうとにかくワクワクドキドキが止まらないです、全部楽しみですといただいております。そうなんで、イケゴー T シャツっていうのはですね、ライブグッズの方で、こちら N クロスとちょっと別なんですけど、すいませんね服ばっかりですけどもね、ツアーじゃないけどライブ T シャツということでねデザインさせていただきましたのでね、そちらの方もぜひ手に取っていただければと思いますので、よろしくお願いします。ということでですね、今回はねデジモンの話もいろいろありましたので、この曲お届けしたいと思います。ワームモンでキャンチェンジイット。僕らは僕らならばどんな壁だって飛び越えられるさ。
未来。とてもとてもキラキラして見えたんだ。果てしなく広がるすべてが、触れるもの見るものすべてが、あの日君がくれたものは、大きな夢と強くなれる力、そして信じる気持ち、繋いだ手と手、誓った約束を胸に、僕らは高橋バースデーアライブ2023イケイケゴゴー、12月6日渋谷ギルティにて開催。参加メンバーはキーボード野中正雄一、ギター清永敦義、ベース蓮池真嗣、ドラム金坊ちゃん、サックスタグ、ということで一緒に誕生日お祝いしてください。イケイケゴゴー。やりきったわ。充実、見つけたわ。充実、充実、充実。今週のお題、今年は違いましたよということでいただきました。まずは秋田県のゆみゆみからいただきました。なんといっても夏の暑さ、例年にない暑さでおしゃれなんて度外視、とにかく涼しい服装、涼しい方法を考えて生活したあの夏、暑さが落ち着いてようやくおしゃれして歩こうという意欲も出てきた秋、変な暑さと急激な寒さ、不安定な天気に一体何を着ればいいのか迷う中で気がつけば初雪。本当ですよね。今年は出番のなかったおしゃれ服がたくさん、心地よいライブ T シャツとパーカーばかりが活躍した年でした。ってなんだな、わかるわ。俺も今年さ、まああのあれなんだよね、ランニングとかするときにもういろんな T シャツ着るとダメだと思ったんで、とにかくね1個を着倒そうみたいな感じで、とにかく着てたのがね、今年はねマジフォーのやつを最初着てて、で今はこうアップルウォッチだけで走るようになったんだけど、当時はこうなんていうか、スマホをこう手に持ちたくないので細いウエストポーチみたいなのを肩からこう斜め掛けにして走ってたのよ。そしたらそこが白く擦れるぐらいになってて、そのぐらいもう着て汗かいて、ね、洗って干してまたそれを着て走りに行くっていうね、そんなんだったんで、まあ、ちょっとユミユミの言ってるちょっとおしゃれの話とはちょっと違いますけどもね、あーなんか T シャツいろいろ僕のやつを着てくれてたのかなと思うとね、なんか嬉しいなと思います。またね今回のイケゴ T シャツも仲間に加えていただくとテンション上がると思いますし、 N クロスもよろしくお願いしますね。やらしいやらしい宣伝ばかりしてやらしい番組でございます。すいません、よろしくお願いします。続きましてこちらですね、愛知県のカゴの海からいただきました。今年は違いましたよですが、一人きりで誕生日を8月に迎えました。おやおや、5月に親が足の状態を悪くし手術をしたり入院せざるを得なくなってしまい、その後にリハビリの病院に転院になって、その日は一人で迎えることになりました。一人暮らししていれば当然のことでしょうが、親と暮らしている状況でこうしたことは初めてでした。何度か他の病院で入院したりはあるけど1ヶ月とかでしたし、半年近くの長期戦にもなるとは思いませんでしたね。親のありがたさとともにいろいろと考えることにもなるきっかけにもなった1年になりましたね。そうでしたか。今はどうなんですかね、具合ね、悪くなってないで解放に向かっているといいですけどもね。そうか、それはちょっと複雑だね、誕生日でしたね。そうか、でもいつもは2人でやってるんですね。あ、それはそれでまたね素敵ですけど、早くまた2人でやれるといいですよね。さあ続きましてはですね、こちらはですね、栃木県の芝上からいただきました。今年は違いましたよね。別に仲が悪いわけではないのですが、私と弟はあまり連絡を取り合わない、兄弟だったのですが、
今年は違いましたよ、今年弟に娘が生まれてからは寝返りが打てるようになったりとか、生まれて100日のお祝いをしたとか、ハーフバースデーのお祝いをしたなどなど、弟やお嫁さんからたくさんの写真や動画が送られてくるようになり、いろいろとやり取りが増えました。弟家族は遠方に住んでいてなかなか会えないので、めいっ子の成長記録が送られてくるのが最近の楽しみになっています。次はクリスマスあたりに何か送られてきそうな予感がしています。ね、そうですか。動画も見させていただきましたけども、なんかいいなって思いました。なんかゴロンって寝返りを打ったらうわーってみんながこう嬉しそうに拍手をしている動画がね送られてきておりまして、俺も今度ライブで寝返り打ってみようかなわーって言わないよね、赤ちゃんだから言ってもらえるんだよなって、ちょっといいなーってなんとなく思いました。僕は何をやったらわーって言ってもらえるんだろう何を言ったらわーって言ってもらえるのかなって、なんかいろいろね、いろいろ考えてこんなにいろいろやってるんですけど、なかなかわーって言って、あ、やって言ってもらってますよね皆さんね、いつもねありがとうございます、感謝感謝でございますよ。いろいろねまたね手に取っていただけるものありますので、ぜひわーって言っていただけるように頑張っていきたいと思いますね。よろしくお願いします。いろいろもうちょっといただいてたんですけど、時間が来ましたんでこの辺にしとこうかなというふうに思いますけどもね、ね、年末ね、もうすぐというところでね、会えるようにね、頑張っておりますので、皆さんぜひねチケットご用意しまして待ってていただきたいと思います。ということで、ジュージュージューシーズのコーナーでした。今後のお題は今年のベストお肉、そしてもう一つはおーいサンタさんでございます。メールでどしどしお待ちしております。ということで、ジュージュージューシーズのコーナーでした。高橋直澄の天体観測。最後は独り言を聞いていただく天体観測のコーナーでございますけども、今回はですね、まあ12月6日バースデーということもありましてですね、まあ、Nクロスもその近辺になりましたので、どれを手にしていただいても何かしらのこうプレゼントがついてくる、そんな風なものになってるんですよね。例えばね、リアル会場でねライブ参加される方はですね、まあオリジナルフォトチケットっていうんですかね、チケットのデザインをしたチケットをですね記念品に差し上げようっていう風にもなっておりますしね、配信ライブは先ほども言いましたけどもね、動画のね、フォトがもらえるっていう、バナーのフォトがもらえるってやつもなっておりますし、 Nクロスはね、1点につき1枚生写真がついてくるみたいな感じでございます。そしてね、今日ね実はねサンプルが今手元に届いてるんですけども、こちらはですねイケゴ T シャツ、 T シャツを買うとこちらのねカードがついて、メッセージカードがついてくるということでね、まあとってもなんか自分で言うのもなんですけど素敵なカードになっておりまして、なんか手にするだけでワクワクするな、嬉しいな、元気が出るな、そんなデザインになっております。まあ、自分で書いておいてねデザインしてますけども、なんかすごくいいなっていうね、今回はそのバースデーなのでありがとうっていう気持ちをですね特典ねいろいろ奮発して作ってみましたので、皆さんねいろいろチェックしていただきたいと思います。手に届くその日楽しみにしててくださいね。今僕の中ではひまわりがめっちゃ笑ってくれてます。これは元気出るな、ぜひ皆さん手に取っていただきたいなというふうに思います。詳しくは T ショップ見てね、ぜひぜひ手にしていただけたらと思います。よろしくお願いしますね。ということで、天体観測のコーナーでした。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。番組では普通のトラメー、番組の感想、リクエスト、メール、ハガキでどしどしお待ちしております。現在募集中のジュージュージューシーズンのお題は今年のベストお肉、もう一つはおーいサンタさんでございます。そして直澄、言いたいことも言えないこんな世の中だけどには言いたくても言えないことお待ちしております。そして来年も開催したいと思います新春トラメ各会2024ね、そこで読むあなたの句、募集します。どんな句でも大歓迎でございます。どしどしお待ちしておりますね。メール、お便りの宛先です。ギフちゃんは郵便番号 500-8588 ギフちゃん、メールアドレスはトラメカ@zf-web.com。
東海ラジオは郵便番号 461-8503 東海ラジオ、メールアドレスはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp、 東北放送は郵便番号 980-8668 東北放送、メールアドレスはトラメカアットマーク 1260.jp、 高橋直澄のトラブルメーカーそれぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送っていただけると助かります。よろしくお願いしますね。ということで本当に寒くなってきましたね。体調気をつけてくださいね。私はそんな中やっと劇場でデジモン02ザ・ベギリングを見に行く予定でごじゃります。楽しみです。ということでお時間が来ました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしましょう。それでは今夜はおやすみ、せのまたね。初めて出会ったあの場所が言葉より伝わるもの感じてた。忘れないで忘れないよ、悔しくて辛い涙も嬉しかった涙も。直澄高橋バースデーアライブ2023イケイケゴーゴー、12月6日渋谷ギルティにて開催。参加メンバーはキーボード野中正雄一、ギター清永敦義、ベース蓮池真嗣、ドラム神保ちゃん、サックスタグ。ということで一緒に誕生日お祝いしてください。イケイケゴーゴー。